おはようございます、ミクトパッドコーヒーの時間となりました。感謝してます。今日は8月の5日月曜日ですね。はい、もうすぐ6時になろうとしています。はい、月曜日も辛いですね。湿度 80% 切ってますけど、もう29度ですね。今日も暑くなりそうです。コーヒーですね。先ほどバナダイトではちょっと採用つくの忘れてましたですね。はい、今日もお仕事ですね。8時15分出勤で、はい、じゃあ御言葉いきます。はい、感謝いたします。詩編の46編の一節、神は我らの酒どころ、私から苦しむ時そこにある助け、詩編の46編の一節、アーメンですね。はい、感謝いたします。そこにある助けとは、なんとありがたい言葉でしょうか。病院のベッドの枕元に看護婦さんを呼ぶブザーがあります。患者さんにとってそれはそこにある助けです。困った時にはすぐに呼べるからです。苦しい時には神様を呼びましょう。すぐに助けてくださいます。今日の祈り、主よ、あなたは私にとってそこにある助けです。困った時にはすぐあなたを呼びます。はい、アーメンです。はい、ちょっとコーヒーを飲みます。はい、それと教会の暗唱聖句です。はい、これは、盾ですね。使徒の働き16章の10節、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。使徒の働き16章の10節。はい、素敵な言葉です。はい、では、命のパンで、はい、1コリンタス4:10 That you world believes me and enter myTestly let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Challenge 14. Okay, thank you. It's 歴代史4章10節。私を大いに祝福し、私の自在を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。第一歴代史4章の10節です。はい、もう一回英語ですね。 1 Genesis 4:10 Oh that you world be with me and enter my tentry, let your hand be with me and keep me from harm so thatI will be free for pain. Okay, thank you. はい、御言葉ですね。はい、では最後に、コーヒーで飲みながらお別れしていきたいと思います。まさとの、御言葉とコーヒーでした。おはよう、御言葉とコーヒーでした。まさとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また、聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のおはよう、ミコロパとコーヒーでお会いいたしましょう。マスターでした。シュガネスパシャンブジュシャラムシャラムシャラム。